たける心を殺すことある。今回の動画は日本株やるならアスナロ投資顧問さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。 Say goodbye おはようさえ言わなかった街のザートで手を振って顔が見えなくなるまで人の波にさらわれそうでも1ミリも動きたくない離れたくない何から何まであなたが全て私をどうにか輝かせるため苦しんだり悩んだりして頑張ってる、oh, いつからかどこからか Hate the lie, hate the lie 輝きたくて下手で転がりがいつもやった、はい、わかりました。あ、よかったってマスクいいですかとかって言ったら、はい、中古さん今、何されてる方なんですよね。私ゴスペルシンガーです。ゴスペルを歌ったり教えたりあと講演会の講師をしていますが、まあ、このコロナで随分なくなりましたけどねお仕事ね。おでも、そのコロナ前までとか別にそれで生計立ててるってことなんですか、うん、はい、まあ、多い時は1年100本ぐらい行ってたんで。今もゴスペルシンガー以外のなんかそういう活動的なこともされてるんです。活動はね、まあ事前活動になるのかな。チェンマイの HIV の孤児たちを支援してて、まあ、それも12年になってちょっとこの2年3年生きてないですけども、もうね HIV はお薬で母子感染してもお母さんまだ亡くなったりとかしなくなったし子供もまあ元気に育つようになりましたけど、私がした頃し始めた頃かな、もう随分孤児がチェンマイにいました。あ、このエイズによって亡くなってしまったっていう、うん、そうですね。はあ、なるほど。その子供たちをなぜかこう支援するに至って、で、まあ、今でもずっと付き合いがあってずっと支援してるんですけどね。はあ、なるほどね。今年齢は何歳ですか。年齢58歳です。東京オリンピックの年です。岡八郎さん、はい、娘さんなんですか。そうです、そうです。もう大体いつもだから生まれてからこの方まで聞くっていうのが、まあ、あれなんですけど、はい、関西ではめちゃくちゃ有名人って方、うん、そうですね、まあ、あの頃だからまあ東京で言ったらダウンタウンぐらいの人気、まあ、全国にしたら明石家さんまさんとか、うん、もう誰でも知ってる、知らない人はいないぐらいの有名な実でしたね、私がまあ生まれた頃から。でもだから関西を拠点に活動されてる新喜劇とかに出てるっていう感じですか。そうです、新喜劇の座長、吉本新喜劇が始まる前は戦後すぐに吉本バラエティっていうお芝居があって、で新喜劇ができたのが父がちょうど28になった時なんですね。でそれまで4年間漫才を白八郎という漫才をしてたんですけど、芝居が好きやったもので吉本に入って、で最初鳴かず飛ばずで一岡照夫っていう本名でしたんですけど、で漫才のお声がかかって4年間漫才をしまして、で新喜劇ができるからっていうことで、まあ、ニューフェイスで、入りまして、で30の時に花木京さんと共に座長になったっていう感じですね。そこから20年間座長を50になるまで務めさせてもらいました。今みたいなたくさんたくさん劇場がなかったし、そんなチームも何百人もいたわけではないので、10日ごとにお芝居が回ってたんですね、京都、難波、梅田、でそれで30日っていうような形やって、それをもう本当にもうずっと延々とやってはりましたね。まあ休みはちょこちょこはありましたけど。でも物心ついた時は、はい、お父さん有名人って感じで。そうでしたね。大阪なんですか。尼崎です。あ、神戸ダウンタウンさんと同じ出身です。はい、兵庫県の尼崎市です。芸能人の娘だから私立とかですぐ行くんですか、小学校。いや、うちのね父はね結構お金に厳しくて、それで贅沢はさせてもらえなかったですね。で働かざる者食うべからずっていう教育やったので、まあ、母も割とそういう感じだったので、中学校の時に一番最初にアルバイトしたのがお豆腐屋さんでした。お、中学からバイトしてるんですね。中3の時に高校1年生になったら、それも私学が高いから県立に行きなさいと、その自分は県立の方がレベルも良くて、兵庫県立尼崎の県山に行ったら、その年にうちにホストファミリーしてたところに1ヶ月行っていいよって、でもお金はお前がほとんど出しなさいって言われて、
それでまあ子供の時からの芸人さんにたくさんもらったお年玉をずっとせっせと小学校の時から貯金したのと、お豆腐屋さんでアルバイトをして、それでほとんど自分でチケット代を作って、15歳の時に一人でアメリカ行きました。へえ、なるほどね。ギャップあるんですか、そのテレビに出てるようなことと、うん、家でのこと。すっごいありましたね。もう家では怖いし無口だし、喜劇の、まあ、奥目のはっちゃんって言って関西の人はみんな面白い人っていうイメージだけど、全然面白くなかった。もうすごい怖かった。口数少なかったです。宿題したか、風呂入ったか、早寝ろよ、もうその見事ぐらいしか、子供の時はあまり喋った記憶がないですね。あの時本当に高度成長期にもガーンと座長で新喜劇引っ張っていって、やっぱりうちの父お酒をすごく飲む人だったので、であのもうお酒の癖がすごく悪くて、もうどこでも家の中でおしっこする人やったし、あまあ大変でしたね、母もその世話が。それでずっとやっぱりそれのせいでアルコール依存症っていう病気に48の時になっちゃって、でその後に胃がんをして脳挫傷をして、最後は依存症を克服してしばらくお酒やめてね、で復帰しようってなった時に肺炎で2005年に亡くなってしまったんです。67でした。まだ中学高校ぐらいまでは、活躍されてるんですか。そうですね、もうバリバリその頃はまだ活躍してました、はい。で新喜劇を50歳で退団させられて、まあ、リストラですよね、いわゆる吉本が新しい座長を作らないと若いお客さんが来ないからということで、新しい座長さんを立てていくみたいな。へえ、お父さんがその新喜劇リストラになっちゃった頃は一郎さん何歳なんですか。私はだからあの時がそうですね、24。あ、でも社会人になってる。社会人で、私その時オーストラリアにもう行きました。私あの日本に住んでるのがもう窮屈で、その父が岡八郎っていうことで、岡八郎の娘っていう、こう、あれがあまりにも大きくて、それでもうすごく窮屈やったんで、もう16の時に実は私の母が自殺してるんですね、うつ病から。あ、お母さんうつ病になったんですか、16で。はい、だから16の時に母がちょうど39で自死した時から家の用事をして、でまあ幸い1年後に新しい母が来てくれたんですけど、まあだから高校2年生から3年生の1年間ももう本当に自分にとっては地獄のような毎日。友達はみんなクラブ活動とかね、楽しい青春時代やったと思いますけど、まあようあの時やったなって自分でも自分のこと褒めたいくらい、学校行って、まあ、もちろん宿題も勉強もありますし、弟がおりましたから弟のお弁当と自分のお弁当を作って、朝ごはん作って、で父に声をかけて、で帰りは買い物かごを抱えて買い物をして、家にご飯作って、父のお酒の魚を作って、まあ、お洗濯とお掃除だけしてくれるお手伝いのおばさんいましたけど、お三度は全部自分でしました、1年間。お母さんのお家になっちゃった原因ってのは何なんですか。それはね、うちの母も本当は女優さんになりたかったんですよ。母がよく言ってたのは、自分はその女優さんの夢を父に託して、岡八郎っていう芸人を立てようと思って、私はもう内助の功として芸人の妻として勤めることに決めたって言って、ものすごい良妻賢母の素晴らしい母親だったんですけど、ちょうど私が中学校の 2,3 年ぐらいかなの時に、私夢ができたから違うことするって言い出して、何って言ったら美容院をして、それを会社にして美容業界を立てていきたい、盛り上げていきたい、日本の女性綺麗になってほしいねって言って、そんなうちに美容関係の人、誰も今まで仕事した人いないのに大丈夫って言ったら、頑張るって言って、それから学校に行きました。30代後半で美容学校に。でもじゃあ そんなバイタリティのある感じだと、なんかそううちとは逆に程遠いような、そうですね、まあ、それでトントン拍子に行ったんですよ本当に。さあこれでオープンできるよってなった時に、そのビル自体が建たなくなったんですよ。オーナーさんの経済的な問題でビル自体の建設が中止になって、それで結局ガーンと落ち込んじゃって鬱になったのが始まりです。原因ポテマでそうです、そうです、そうです。で、まあ、よく言ってたのが、お父さんにお金いっぱい出してもらって申し訳ないとか、誰々さんがお店を辞めて自分のとこに来てくれるって言ってたのに申し訳ないとか、すごく責任感の強い母やったので、それをもうどうしたらいいのかということで、どん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 自分を追い詰めていって、でちょうどだから私が高校
2年生の時ですね、お母ちゃんの調子がおかしいなっていうのを随分見えてたんですよ。顔色が悪くなってきたし、髪の毛がすごい抜けてきたんですよ。まるでも抗がん剤治療してるみたいに。でも明らかにストレスなんだけど、その時私どうしてあげていいかわからないのと、あの自分の日本って精神疾患に関してものすごく閉鎖的だったので、もう見て見ふり、まあまあそのうち良くなるだろうっていうふうに思ってたら、ちょうど高校2年生の6月、来月ですね、6月に母が、ちょっと私と弟が家を空けた間に、自ら自分の命を絶ってたっていうところを弟が帰ってきて見つけた。弟まだ13歳だったんですけどね。あそこ、具体的なの首をつってたもん。そうですね、首にネクタイを巻いて、自分の部屋で、その姿を発見したのが弟で、それを母を下ろしてそれを取ってお母ちゃんってやったけど、起きないから隣のおばさんを呼んできて、でもおばさんも母が起こすことできないから、救急車が来たら私が虫の知らせでそこへちょうど帰ってきた。でその救急車の後必死で自転車で追っかけて、で病院に連れて行ったら、もうお医者さんは何もしてくださらずにすぐに霊安室という病院の一番下の冷たい部屋に連れて行かれたっていう。もう助からない状況ですよ。もう亡くなってたんですよね。でもさっきまで本当に2時間ぐらい前まで話してて、私がちょっと友達の草野球の応援に行くねって出かけた矢先のことだったので、もう何が何か信じられない。晩ご飯の用意までしてくれてたし、なんでこんなことになったんかっていうのが、もう本当に地獄を垣間見たというか、もう奈落の底にボーンって突き落とされた、まあ、16だしね、すごくもうやっぱり感受性の高い時だったから、もう本当に目の前真っ暗になりましたね。お父さんはもうショックなんじゃないですか。そういうこと。父はね、その時に梅田コマ劇場で鶴田浩二さんと芝居に出てて、芸能人もみんなそうだけど、舞台に乗ってたらどんな不幸があっても言ってはいけないっていうルールがあるので、芝居が終わるまで待って、そして吉本の人が父に言って慌てて帰ってきて、で私と一緒にその母が安置されてる病院に行った時に泣いてましたね。なんでやねん、なんでやねん、なんでわけがわからない。父もなんで母がそうやって自分の命を絶ったかっていうこと。まああの時は本当に今やから言えるけども、この辛い気持ちは何十年も人にはよう言わなかったですね、あまりのショックで。だから私は自死した人たちの残された家族の気持ちも本当に痛いほどわかるし、自分が大人になってからうつ病に関してのいろんな勉強をしたり、どうして母がああいうことをしてしまったかということをね、やっぱり自分なりに理解したかった。なぜならば、やっぱりその残された家族としては自分を責めるんですよね。なんで助けてあげられへんかったんやろうって、それがすごく自分の中にあったし、で父のせいにしましたよね。父がやっぱり芸人さんでいつも外に飲みに歩いてたし、彼女もいっぱい外にいたし、なかなか家に帰ってこなかったし、母を可愛がってやらなかった、母の夢をサポートしてやらなかった、そういう父をやっぱり誰かを恨むか自分を責めるかって、やっぱりその2つしかできなかったですね、長いこと。1年後新しいお母さんっていいですか、はい、ができるとかは、結構ショックなんじゃないですか。ショックでしたね。だけど私はまあ女やから、弟がすごくショックで、新しいお母さんなんかいらんってよく言ってたけど、でも私が弟をまあなだめて、しかしお父ちゃんまだ言ったで42やし、お父ちゃんも一人で生きれるタイプの人じゃないから、絶対にサポートしてくれる人がいるから、新しいお母ちゃんと思わないで、お父さんの新しい奥さんと思うよって言って、なだめてすかして、まあ弟納得してきてくれたって感じですね。私はもう家の用事から解放されて助かったって思ったのが、父のお世話も全部この人にお願いできるよかったって思ったのが正直な娘としての気持ち。リアルな気持ちですね。自分の夢がここからまたスタートできるわっていうふうに思いましたかね。さっき言ってた岡八郎の娘ってことがもう窮屈すぎてってのは、やっぱもう小中高とずっとあるんですか。ありましたね。だからいじめがまず小学校に入ってからあって、そのいじめというのが普通の、まあ、お笑いの芸人さんの子供たちは経験してるかもわからないけども、父が面白いっていうことで娘の私も面白いって思われるんですね、まずね。で笑われるんですね、初めて会った人に。だから小学校1年生になった時に授業が終わってキンコンカンコンってなったら、みんな上から5年生6年生のお兄ちゃんお姉ちゃんがわーっと降りてきて、トーテンポールのようにドアのところに顔だけを出して私を指さして、あの子あの子あの子
やで、はっちゃんの娘やで、ギャー笑ってただ上に上がっていく、それが毎回やったんで、もう毎日泣いて石切りながら帰って、お母ちゃんまだ今日もいじめられたって言って、もしもそれが役者さんで2枚目の役者さんとかやったら、ああいう扱いはされなかった、お笑いの娘っていうことで、なんかこう私も笑われるみたいな、それがちょっと嫌でしたね。永久に続くんですか、小中高って。いや、そんなことはないですね。まあ、それをちょっとバネにしてっていうか、まあ、うちの父は無口やったけれども、でもやっぱり時々面白いこととかを言う人で、で、あの、わしに向かってこいで、おもろいこと言えみたいな感じで言わされたりとかね、へありましたね。なんかそんなおもろないって、もっとおもろいこと言えとか、私とか弟とかにそういうふうに言ったこともあるし、父が怖かってよう話しなかった時に、泣くなーってはっきり言えって言って、もうすごい後ろにみんな声大きかったんで、武道の道場みたいな感じでしたね。思春期とか彼氏とかできるできないみたいになってきたんですか。はい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 。そういうのの弊害はあるんですか、なんかそのそういう有名な芸人さんの娘なのか、まあ、だからもうこっそり付き合うみたいな感じですよね、お父ちゃんにはバレないようにみたいな。でもまあみんなは知ってたから、まあ、高校中学ぐらいになった時はもう小川次郎の娘やっていうことで、そんなにいじめとかはなくて、反対にまあみんな仲良く楽しい生活してましたけど、高2で母が亡くなってからやっぱりそのいじめじゃない、今度はその結局みんな私にどう接していいかわからない、母が自死したっていうことで、もう凍りつくようなあの教室がシーンっていう、あの沈黙も忘れないし、もうその後は普通にあのあれしましたけど、でもうちは祖父と祖母に絶対にあんたは不良になったらあかんで、お父さんの名前を怪我したらあかんでとか、顔潰したらあかんでって言って、私たち弟も大きくなったんで不良にはならなかったです。それでその海外に行くっていうのは、その1回アメリカに、その後またもう1回行くんですか。はい、はい、私ね、通算18から14年間海外住んだんですね。アメリカの短大にフロリダに行って、高校卒業した後で留学試験を受けて、で卒業して帰ってきて、日本で貿易会社働いて、今度オーストラリアに渡ってワーキングホリデーで行ったんですけど、仕事見つけて4年間あの日本の商社で働いて、今度ニューヨークに行って、ニューヨークでまた6年半ぐらい生活した。お、めちゃくちゃ海外で暮らしてるんですね。そうですね、海外が長かったですね。14年間の海外生活はなんか終わるきっかけはあるんですか。父が本当にもうひどくなったからですね、状態が。まあだから父がそのさっきも言いましたけど、アルコール依存症になって、まあ2番目の母が行って、結婚してから依存症になったんだけど、でもその後でやっぱりそのお酒の問題で仕事はなくなっていくし、まあ母と離婚することになって2番目の。で、その前に実は弟も、うちの弟もアルコール依存症で、母がいなくなってから13歳の時は寂しくて、やっぱりお酒飲むようになったんですよね、父を見てて、隠れて。え、13歳かな。13歳ぐらいの時から。13歳からもうアルコール、ね、まあ、寂しかったんやなと思うねんけど、飲んで飲んで結局30の若さで肝硬変で亡くなったんです。弟早いっすね。早いね。でその時はまだ父はあの2番目の母一緒にいてくれたけど、そんな父もよそき辞めれなくて、で結局階段の上から下まで落ちて脳挫傷して、言語障害とかになって、やっぱり仕事がちゃんとまともにできなくなった時、もう母がやっぱりもう嫌気させたのかな、離婚することになって、でまあまあどん底まで行ったので、父もそこでやっとやっぱりお酒をやめるって決心して、吉本さんもまあ父をね本当に可愛がってくれて長いこと使ってくださったんやけど、それでも仕事がどんどんなくなるし、健康もなくなるし、で男子会っていうグループに入ってお酒をやめてぴったりと、でわしもう一回頑張るから帰ってきてくれって言って、もう一人で無理って言われて、で私がちょうどその2002年かな、ニューヨークも畳んで、じゃあ帰るわ。でそこから親子2人の生活がちょっと3年弱サポートして、その時に父のマネージャーもやって、で親子漫才もやって、で父の、舞台の周年の時に吉本新喜劇に私も出させてもらって、 NHK の人間ドキュメントも作っていただいてとか、もうあの時本当に復帰して、最後の父のなんかこう花道飾ったかなって思いますね。帰国した時はいやもう38になってました。38、はい。お父さんは父は、60だから4、
2005ぐらいだかな。だから日本帰ってきてしばらくその父と一緒にやってまして、で父をサポートする仕事をしてたんですけど、2005年に父が亡くなる前に、お前とは人で講演会しようって言い出して、でなんで講演会って言ったら、講演会やったら2人で行けるし、芝居のセットとかなくても2人で喋ったらみんなお話聞いてくれるから言って、そんなんできるんかなって言って、お前は喋れるから大丈夫って言われて、なんかで講演会事務所に所属登録して、でさあ仕事が来たよって言った時に父が亡くなっちゃったんですね、肺炎で。だからってなって、どうしようってなったら、もう仕事決まってたんで、事務所の方からもう一岡さん1人でいいから行ってくださいって言われて、そこから講演活動が始まった。何人喋ったんですか、一人で。ああ、まあ父との思い出だったりとか、自分が学んできたことですね、その人間関係ですね、やっぱり自分が傷ついてきたこと、どうやってその傷を癒したとか、やっぱりみんな家族のその絆ってバラバラになっても何をみんな求めてたんかなっていう、やっぱり愛が欲しかったんかなっていう、そういう話ですね。それとかやっぱり、まあ母が亡くなった時のこと、その諦めないで頑張って、苦しかった時もあったけど、まあ乗り越えていって、その悪いことばっかりじゃないから人生は頑張っていきましょうみたいなお話をしたら、みんなやっぱり泣いてくださるし、みんなやっぱ感動してくれはるし、なんか力もらいましたとか言ってくれて嬉しいです。それがさっき言ったその HIV みたいな活動は、なんか どこでこうそうなってるんですか。それはですね、ニューヨークに行く前にちょっとタイが大好きで、で、よくタイのプーケットとかバンコクに遊びに行ってたことがあったんですけども、その時にね、売春宿があってね、でそこで売春してたタイ人の女の人、前の日に男の人連れ込んで、それで次の日に朝起きたら洗濯してるんですね、そこで。で顔見知りになって、なんでこんな仕事してんのって聞いたんですよ。なら、私ねチェンマイから来てんねんって言われて、でチェンマイにお父さんとお母さんと弟妹がいてると。でお父さんは麻薬中毒、で、まあ、農業してるらしいんだけど、でお母さんは病弱でもう働けなくて、弟と妹がいるんだけど、私が働かないとあの子らが食べていけない、だから私は他に教育もないしすることがないから、もうこの仕事をして仕送りをしてるって、って聞いた時になんかすっごいショックで、自分と同じぐらいの年なのに、その彼女の人生、そういうことをしないと家族を養うために体を打ってこういう生活してるんかと思った時に、そのチェンマイっていうとこはどんなとこなんやろって思ってね。私クリスチャンなんで、バンコクの教会の先生たちにつながってチェンマイの先生紹介してもらって、そこから HIV の子供たちの孤児院があるから行ってみるって言われて、それで行ったのが初めてでしたね。ちなみに HIV って性行為によって起こる感染症みたいな、イメージあるんですけど、最近はあんま聞かないじゃないですか。はい、そうですね。当時どういう病気だったんでしたっけ。そうですね、やっぱりあの時さっきも言ったように、その売春をしてる人たち、女性が自分がエイズになって、そしてその自分は売春してても家族がいて、そして旦那さんに移したっていう場合もありますし、旦那さんがその誰かと性行為をして、そして自分が HIV になって奥さんに移して、そしてその奥さんが母子感染して、HIV の人っていうのはお薬も飲まなくて母子感染で、子供を産んだら自然分娩だったら、その子は絶対に HIV をキャリアとして生まれてくるんですよ。HIV ってのはなるとどうなるんですか。なると、まあ免疫力が下がってきて、いろんな病気を併発して合併症が出たりとか、私が最初に個人に行った時は結核の女の子がいて、でもしかしてもう治らないかもわからないみたいな隔離されてた子がいましたけど、今はお薬ができたので、私のその支援してる子どもたちもお母さんになってずっと薬を飲み続けてて、そして帝王切開をして産んだ子どもは HIV じゃないんですね。当時はだからもう死ぬしかないみたいな。そうです、そうです、ね、だからたくさん子どもが死んだのを聞きました、最初に行った時に。でそういう HIV の人たち のグループミーティングみたいなのにも参加したことがあって、で大変にそういう人が多かったんですか。多かったですね、あの時。そういう売春が盛んというか。そうでしたね、多分ね、バンコクにその出稼ぎに来てた女性の人たちとか、外国人から移されたりとか、今はもう死に至る病気じゃないから、ちゃんと付き合っていったら生きていけるとは思うんですけれど、すごい大きな社会問題でした、あの時、本当に。それ目の当たりにしてちょっと支援したいなって気持ちだった。そうです、そうです、本当に。
そこからその千代子さんはそういう活動をどんなふうに始めてくるんですか？コンサートしてそこで皆さんから募金いただいたものを集めて持っていったりとか、あと自分の CD をそれのために作ってみんなに買ってもらってそれでお金を集めて持っていったりとか。金銭的にはとにかく支援するっていうのが一番いいっす。そうなんですよ。おもちゃも持っていたこともあるし、文房具とか歯磨きとか歯ブラシとかもいっぱい持っていたことあるんですけど、やっぱり園長先生にその各自聞いたら何が必要ですかって言ったら、一応お子さん言いたくないけどやっぱお金ですって言って、どうしてって言ったらやっぱり制服だったりお昼ご飯だったり備品だったりいろんなものにやっぱりお金がかかる。あと薬代、HIV の子どもたちはやっぱりその体制が出てくるので国から支援されるお薬あるんですけど、それが効かなくなっていくらしいんですよね。体に効かなくなったら今度高いお薬を買わないといけない。何にしてもやっぱりお金があったら助かるっていうことで、分かったじゃあお金を作って持ってくる、その代わり来た時は私は子供たちと歌ったり踊ったりして遊ぶよって言って。ちょっと待って、ゴスペルシンガーでいつなったんですか？1997年に私ハーレム、ニューヨークのハーレムの黒人教会で初めてゴスペル聞いて、ものすごい感銘して大泣きに泣いて、もうこれが私がしたいことっていうことを、その時になんかこう神様の啓示があったんです、これをしなさい。働きながらやってるみたいな感じですか、イメージは？その時はね、だから観光ビザで何回も出たり入ったりしてたんですけれども、ゴスペルがどうしても痛くて学びたくて音楽学校に行って、向こうので、学生ビザをもらって、それで、黒人教会のメモリアルバプティストチャーチっていうハーレムのところに行って、でエステの資格を取ってエステをしたりしてアルバイトをして、ゴスペルを歌いに行って学校に行っての、もうその自転車操業みたいなのを一日も休まないのを何ヶ月もやってました。タイの活動を始めてから今に至るというか、もう何年ぐらいやってるんですか？2003年に日本に帰ってきたので19年ゴスペルをまあプロっていうか歌ったり教えたりしてて、それでその子供たちの活動は13年目ですね。すごいですね。ちょっとこの2年3年コロナになっていけなくて、もう手紙とか写真とかフェイスブックしか見てないですけど、でも支援は海外送金は1年に2回はやってます。はあ、すごいっす。国内のそういうなんか、子どもたちとかにはやってないんですか？茨城市にある児童養護施設の子どもたちをちょっと支援したりとか、あとその支援してる人たちをまた支援したりとか、あともう一つ私のちょっとこうミニストリーというか、私がこう働きかけたいのが、やっぱり刑務所にいる受刑者の人たちを励ましたいっていう気持ちはすごくあって、網走刑務所でコンサートしたことあります。それっていつからそういう気持ち、昔からなんですか？いや、昔は自分が傷ついてたから、その母の自死のこととか父のアルコール依存症のこととか弟が亡くなったりとかいろんなことで、もうすごい自分自身が傷ついてた時はそんなことは できる余裕はなかったですね。に幸いなことに日本に帰ってきて、この講演活動をすることで自分がどんだけしんどかったかっていうことを皆さんに講演会の中で聞いてもらった時に、なんか癒しが始まった。言いたくなかったその母が自死をしたっていうことを公言して、そして自分がどれだけ辛かったか、でもどれだけやっぱり神様に守られてきていろんな人たちに助けてもらって自分があるかっていうことを話していった時に、癒しがだんだん自分の中で起こっていって、それが癒された時に、なんかじゃあ私と同じような経験してきた人たち、またもう社会から一回排除されたって思ってて、もう一回やり直したいと思ってる人たちを励ますっていうのが、勇気を与えるっていうのが私の仕事っていうのが、なんかもう上から降りてきたんです、これも。あ、なるほどね。人間ってみんなね、絶対にする役割って決まってると思うんですよ。ほうほう。うちのお父ちゃんは多分お笑い、人を笑わすことで人に幸せを与える、それが芸人さんの仕事やなっていうふうに思うんだけど、私は多分人を励ましたり勇気を与える、希望を与える、それが私の役割やねんなっていうのがパーンって分かった時に、これやっていうのが、それが歌であっても、それがお話であっても、ただどうしてたらあるんですか？なんか私ね、やっぱりだからもっと本当にたくさんの人たちに勇気与えたい、希望を与えたい、そのお話と歌でまだまだこのたくさんの人たちにリーチアウトしていきたいなと思います。やっぱりみんなこう傷ついた心を何とかして癒してほしい、自分が気づいてほしい、
自分の心が折れたところに辛いけどやっぱりそこに立ち返って、なんで自分がこんなに心が傷ついてしまって今自分がこういう気持ちになってるんだとか、なんで人に意地悪になってしまうんやとか、なんでこう自分ばっかりって自己嫌悪とか自分のことが嫌いになってしまったり自己肯定感が育たないんやとか、その自分の気づきをみんなにやっぱりしてほしいし、許すっていうことをしてほしいです。やっぱり私もこの許すということがなかなかできなくて随分苦しんだので、許すことができたらもう自分の人生がパーンと開くと思います。あ、それがお父さんのこととかそういうことですか。そうですね、うん、加害者ってこういじめる側の子たちもよくよく話を聞いてみると、例えば家にすごい厳しいおじいさんがいて、お父さんもお母さんも働きに出てて、そしてその厳しいおじいさんに自分がすごく叱られても、おばあちゃんは何も構ってくれない、自分を助けてくれないとか、なんかこう何やろな、まあ、家庭内暴力、言葉の暴力、うちもまあいろんな暴力が家の中で父がありましたからね。やっぱりそれでもみんな家族は我慢してきたし、その時にその中にいた子供たち、まあ、その子供が大人になるわけですけれども、やっぱりその時の傷っていうのを自分がちゃんと癒さずに蓋して大人になってしまったら、どこかでその辛い気持ちをなんとか解消しようとして、みんなそれがアルコール依存症になったり薬物依存症になったり買い物症候群になったりギャンブル依存症になったり男女関係に走ったり、そういう風になるんじゃないかなっていう風に。私はできないから、私はだから神様が私を変えてくれたから、本当にそのことをみんなに知ってほしい。私たちはやっぱり愛されるために生まれてきたんやし、自分を愛するっていうことをやっぱりもう一回やってみようって。うん、じゃあここですいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、でまた連絡させていただきます。はい、わかりました、頑張ってください。失礼します。はい、すいません、はじめまして、みたいと申します。はじめまして、よろしくお願いします。藤井です。鳥取までとかありがとうございます。いいえ、すいません。藤井さん、藤井さんは鳥取でフリーのアナウンサーですか。はい、いや、もうアナウンサーというかタレントをやっていてまあアナウンサーさんがするようなラジオの定時ニュースを読んだりもするって感じです。それだって鳥取でやってたんですか。あ、もうずっと鳥取を中心にいろんな仕事させていただいてます。あ、そうなんですか。はい、だってもともと東京でやってたんですね。ご応募していただいた資料を見てたというか。全然、でも拠点はずっと鳥取ですよ。あ、そうなんですか。東京でもお仕事があったっていうだけで、へー、で大学時代は4年間だけ神戸に出てて、はははで、それ以外はもうずっと地元にいるので。あ、そうなんですか。はい、今は年齢で言うと何歳なんですか。これが多分公開される頃には26になってます。26、まあ長いですね。はい、鳥取でフリーでタレントやってるっていうのかな、なんかあんま分かんないですよね、どういうことしてるか。どんな生活なんですか。でも、もう普段はロケに行ったりラジオに出たりっていう、まあ東京とか地方でやられてるタレントさんの活動を地方でだけやってるっていうイメージで大丈夫だと思います。そうなんですか。それでどんな1週間ですか。1週間スケジュールと、いや、もうバラバラです。なのでほぼその埋まってる時は1週間バーッと休みなしで埋まったりもしますけど、去年オリンピックとかあったじゃないですか。で、地方の番組なんか放送されないじゃないですか、自主制作の。なので CM とか単発のもなくなっちゃって、7月8月とか一切仕事ほんとないくらいの時期もありましたし、へー、基本ロケ出てナレーション撮ってっていうのが、まあ週4日埋まったら多い方かなくらいです。そうなんですか。でもそれでも十分に暮らしていけるぐらいの感じなんですか。いや、多分暮らしていけないです、普通だったら。実家に今住んでいて、でその私がこの活動を始めたきっかけにも話がつながってくるんですけど、両親が勝手に事務所に履歴書を送ってこの業界に入ることになったので、まあ、親もなんかとやかくこう強くもっと働けとか派遣をしろとかバイトしろとかも言わないですし、結構ロケ急に明日行けるとかっていう話もあるので、バイトとかなかなか入れられないので、なのでもうこの活動をしながら家事手伝い家でって感じです。あ、そうなんです。実家で暮らしてるからこそからできる。そうか、そうですよね。その別にその収入が極端な、でも最後死にはしないというか。そういうことです。生きてはいける。だから楽しいし自分に向いてるからこうお仕事を続けていってて、まあ、これが将来的にちゃんと
あの普通の人のお給料くらいまでちゃんと安定して入ったらいいなっていう感じですね。なるほどね。もう本当月によります。なるほど。出身は鳥取県何市ってどうですか？鳥取県米子市というところです。はい、ほぼほぼ県境で、どっちかっていうと島根県の松江市の方が行きやすいです。あ、鳥取市に来る、鳥取市に来るより全然。はいはいはい。さっき言ったお母さんたちが勝手に送るってのは、それ何歳の出来事なんですか？それが中学校2年生14歳くらいの話で、それまで私人前とかで話も絶対信じてもらえないんですけど、人前で話するのも本当に苦手で、自己紹介とかもできないような感じだったんですね。で、家族が議員の一家で、そう、硬いですよね。めっちゃ異端児なんですよ私。議員ってのはその何議員なんですか？まあその地方の市会議員っていう。市議会議員。はい、なんですけど、でもそういうような家系で育ってきて、だから挨拶をすることとか結構ちっちゃい頃から多くって、もうそんな固いやつじゃないですよ。藤井美代何歳何年生です、よろしくお願いしますっていうくらいなのに、それが人前でできない、嫌で、あの直前になったらお腹痛いってトイレ行きたいって言って逃げちゃうような子だったんですけど、まあ、それを直すためっていうのもあって、親が当時その米子にサンミュージックの養成所が急にできることになって。米子にできたんですか？米子にできたんですよ、サンミュージックの養成所。そうなんですよ。へ、募集を多分両親が見て送って、で書類が通ってしまってっていう言い方はあれですけど、通ってしまって、こういうのが通ってるんだけどって話をされて、当時本当にだから嫌だったので断ったんですけど、当時その米子にできた美味しいご飯屋さんに連れてってあげるから、とりあえずオーディション行ってくれと言われまして、分かったって言って行ったんですね。でも当時それこそ喋るのも苦手なので、本当に普通のことしか受け答えしてないと思うんですよ。なんかすごい志を持っていたわけでも当時はなかったので、けどそれでもオーディションも合格いただいて、でどうするってなった時に、やっぱ誰でも合格できるようなものではないし、うんうんうん、お金もかかるところをやりたいんだったらやってみたらっていう風に言ってもらったのがあって、なんかそれだったらちょっとやってみようかなっていう、気になってね、はい、淡い気持ちで入ったんですね。議員なんてなんか固いことやってたら、なんか娘が芸能活動してるとか、なかなか、なんかちょっと闘争なというかね。まあそうですよね、普通。でも両親はあの議員をしているわけじゃなくて、その祖父、おじいちゃんの代までは議員って感じだったので、で、まあ、父の兄弟、お姉さんは議員とかしてるんですけど。あ、じゃあ議員がとにかく親戚で多いです。多いって感じです。ファンミュージックの中こう入ってレッスンなんですか？レッスンが普通に演技のレッスンがあります。それどれが指導するんですか、その先生？東京から2週間に1回先生がいらっしゃって、おうおうおう、まあ、3時間くらいかな、しっかりと見てくださるんですけど、まあみんなね、やっぱ素人の子なので、もうじっくりじっくり同じレベルからスタートするっていうのも、多分一期生だったので環境的に良かったのと、人前で喋るのは苦手だけど根が負けず嫌いなので、やるんだったらサンミュージック同期多分30人くらいだと思うんですけど、30人の中で一番になれるくらい頑張ろうと思って、でレッスンを月2回くらい重ねていってっていうのですね。はい、そのレッスン期間からどう活動が変わってくるんですか？レッスン期間が、まあ、1年くらいずっと基礎をやっていって、はい、その後に地元の BSS 山陰放送っていう、はい、分かりやすく言えば歌のお姉さんみたいなお仕事をする子をその1期生の中から探しますってなって、で6人くらい男女混合で選ばれたんですけど、その中に私もいて、でなのでほんとご当地アイドルみたいな感じで、この歌ったりとか踊ったりとかっていう活動が始まりました。中3で始まりました。お、男女混合のご当地アイドル、めっちゃ珍しかったです当時は。トリプル A みたいな。あ、そんな感じです本当に。なのでご当地アイドルの、まあ、全国大会みたいなのがあったんですけど、それにも選ばれてたりとか。まず男女っていうのはないですもんね。ないね、珍しかったので。山陰地方で田舎でそういう芸能のお仕事ができるって本当に貴重な機会なので、一回一回大切にしようと思って頑張ってましたし、
そのマスコットキャラクターの、まあ、ゆるキャラダンスみたいなのがあって、思春期の子たちが踊るにはちょっと可愛らしい、幼稚園の小さなお友達と、うん、一緒に踊るようなダンスの MV みたいなのを撮る機会があって、同級生とかが見たら、わあ、なんかミオンやってるよみたいな、ちょっとやっぱ言われるようなね、感じではあるんですけど、でもなんかそれもやっぱなかなかない仕事の一つだからと思って検索したら出てきますけど、めっちゃ張り切って踊ってますってくらい、一回一回の仕事はどんな仕事でも大切にしようと思ってやってましたけど、やっぱりお仕事自体増えないですし、サンミュージックのその入りたいですっていう応募もちょっと減ってきていたので、ちょっとその目立つ存在を米子校で作りたいなっていうことで、校長先生の小川雅美さんがアイドルユニットを作ろうとそこでパッと思い立ったらしいんですね。で、また別にね、別に、はいはい、そこで今いる米子校のメンバーでなんかできそうな子いないかなってなった時に、私ともう一人女の子、まあ相方になるんですけど、その子が選ばれて、急にファミレスに呼ばれて、アイドルユニットを作ろうと思うんだけど、やる気あるって言われて、で、お仕事少ないから、当時私たちだから、さ、演技の勉強してたので、アイドルとか全く頭になかったんですけど、仕事があるならっていう気持ちで、やりますって言って、分かった、じゃあ組みましょうって決まったんですよ。で、どうしていくのかとか、いろんな話進むのかなと思ったら、ちょっと今もう時間ないから30分でユニット名決めてくれるって言われて、で自分たちですね。そう、自分たちで、で、ファミレスによくあるちっちゃい紙ナプキン立ってるじゃないですか、あれにいろんな名前の子を書いていって、でパンプキンっていうアイドルをプロデューサーがやられていたので、なんかパピプペポ破裂音を入れたいっていうのと、当時さくらんぼが流行ってたので、女の子の中でおしゃれなファッションアイテムとして、アイコンとしてさくらんぼが流行ってた時期があって、じゃあそれをいろいろ組み合わせてチェリップって名前にしようっていうのが30分で決まって、あ、まあ、チェリップみたいな、あ、そうです、その名前でいろいろとじゃあ活動していくからよろしくって言って、1ヶ月くらいで CD 制作をして、へー、でもうじゃあデビューってなったんですけど、曲とかは本当にすごい方に書いていただいて、今ハロプロさんの編曲とかよくやってらっしゃる浜田ピエール祐介さんっていう先生にデビュー曲とカップリングと提供していただいて、で当時歌のレッスンも全然なかったので、ダンスのレッスンもなかったですし、なのでもう歌声にはだから誰も期待してないから、声の素材だけ欲しいからっていうことで、2回くらいじゃあ歌ってって言われて歌って、あとはもうガチャガチャ直してもらって、あ、もうね、あのもう最近の機会だそうなんですよ、音程ずれてても直しちゃうから、うん、音程合うんできますね、はい、で直してもらって、でもうパッケージされてデビューって感じだったんですけど、メジャーレベルかというよりは、あのもうただ自主制作、自主制作で CD を出す、はい、っていうことです。でも形的に CD ができて、世に名前が発表されるのでデビューっていう風に言ってデビューしたんですけど、その CD を作った時も面白くって、 CD1000 枚プレス作るのと2000枚作るのと値段変わらなかったから、2000枚作ったからって言われちゃって、だから全国流通もしてない、手売りだけしか販路がないのに2000枚のデビューシングルの在庫を抱えるっていう。 CD とかは誰のお金で作ったの？校長先生の。あ、実費でね。そうですね。で、その2000枚の在庫はどこに置いてたんですか？手売りとかで頑張って売っていってたんですけど、半年くらいしてから校長先生が、その私再婚することになって、で忙しくなるから、ちょっと手を引くから、やりたいんだったら自分たちでやってっていう風にある日突然言われて、でってもう最初驚きましたよね。けど中、それがね、高校2年生くらい。あ、もうそれ公認になってるんですか？はい、半年で、まあ、やりたいんだったらやってと丸投げをされて、なので在庫もうちの家にバンと CD が来ました。でもその半年の間でだいぶファンの方もね、その、まあ、地方でやってるのでめちゃくちゃ多いわけじゃないですけど、ちょっとずつ名前が広がったりとか、東京でイベントした時にはやっぱそういう耳の早い方が見に来てくださってたりとかしていたので、かなりの数なので、なんかもったいないなっていうことで、じゃあ続けようっていうふうに決まったことは決まったんですけど、何分活動のね範囲がそれ以上なかなか広がるっていうわけじゃないので困ったなと。
校長先生のことも私たちはすごく好きでお世話になっていたので、それはもうもちろんその新しい生活を祝福してましたし、でもただもったいないしどうしようっていうところで悩んだ結果、でもじゃあやろうっていうふうに決めてやり始めましたね。一応そこからはどうすればいいかまあ分からなくて、相方の方が2つ年が上なんですけど、で20歳になるっていう年だったんですね。でやっぱりアイドルってそのやっぱ年齢もね重要な要素だと思うし、もともと女優を目指して入っていったしっていうので、彼女はやめようかなっていうふうに思ってたんですね、20歳くらいになった時には。っていう時にそのずっと私たちを応援してくださっていて、でかつ音楽業界にも、まあ、昔関わっていたっていうファンの方が、こうなんか手伝えることありますかっていうふうに声をかけてくださったんですね。でその方結構 DJ とかもされる方で、自分の配信 DJ とかでよく私たちの曲かけてくださっていて、そこから曲を聴いてライブに来てくださるっていう方とかも多くって、なんか本当にもう感謝感謝っていう感じで、でもなんか頼るのも申し訳ないな、応援してくださっているファンの方なのにっていうところの葛藤もありつつ、お手伝いを依頼して曲作りとかをしていただいたんですね。でその CD 初めてこう全国流通ができたりとか、作家さんもこう SMAP の曲を手掛けるようなすごい方に手掛けていただけたりとかして、でガッとそこでだから活動の勢いが広がったんですね。その人のコネクションによってコネクションと営業活動によってガッと広がって、全国って言うじゃあ分かんないけど、札幌のタワーレコードタワーにも全然そのテープの CD が置かれたってことですか？置かれましたし、初めてインスタイベントができたりとか、鳥取県にタワーレコードないので、はあはあ、広島とか関西とかすぐ東京とかもう何箇所でもいろんなところでインスタイベントさせていただいて、でやっぱ無料で見られるのでお試しで見る方とかがすごく増えてくださって、そこからあいいじゃんっていう風に気づいていただけて、ファンの方もガッとその時期に増えて、でだから今までもこれ以上広がりがないんだったら、年齢も年齢だしアイドルっていう夢は諦めるしかないかなと思っていたところに、そうやって活動が広がる機会ができて、私たちの中ではじゃあもうちょっと頑張ろうっていう気持ちにならせていただきましたよね、その時。そうですね、東京とかで、ねうん、ライブできるとかだって考えられなかったんですか、ね、はい、今までとも全く別の次元で活動ができるようになったので、すごい嬉しかったですし、その手伝ってくださったファンの方にもとってもやっぱ感謝してましたし、今でもしてますしっていうことがまず起きたんですね。でそれが大学入るくらいの時期に、じゃあちょっと活動の幅がすごく広がってきたので、正式にそのプロデュースをしっかりそのやっていただきましょうというふうに決めたのが大学入ったくらいかな、うんうん、その時はもうサンミュージックじゃないですか？その時もまだサンミュージックです、管轄は。一応ってサンミュージック管轄ですね。管轄はそうですね、なので電話の窓口とかもその一応サンミュージックの方の名前も載せさせていただいてましたし、ちょっと大きな企業さん、大きなコンビニさんとコラボの企画があったりとかっていう時はやっぱり事務所の窓口から入って話が来たりとかして、っていうので、まあ、窓口が結構何個かあるっていう状態だったんですね。でやっぱ仕事が増えてくると、まあ、よくないんですけど、ちょっと危うく仕事バッティング重なっちゃって、えどうするっていう風になることがあったりとか、要はあれですか、サンミュージックさんの窓口もあるし、そのプロデューサーさんの窓口もある、うん、窓口もあるし、2年くらいは家族でやってきた窓口もあるので、3つあったとか、3つあるみたいな時期もあって、ちょっとこうどうしようっていうことがあったりとか、相方はもう高校卒業してバイトですけど働きながらアイドルやってたので、まあ、平日はお仕事を入れずに活動するっていう決まりを作ってたりとか、っていうのをしてたんですけど、まあ、活動の幅が広がればどうしても平日に稼働しないといけないとか、話がいろんなとこから入ってきちゃってこうバッティングしちゃうようなシチュエーション出てきたりとかっていうので、自分の思った通りのね活動がいろんな制約があるので、バイトのこととか、私も大学生だったりとかで、大学私神戸出てたので、相方鳥取にいるので遠距離でこう活動していたので、まあちょっと活動にこういろいろと支障がね
出てきてしまって、やりたいようにできないっていうところで、それぞれが一生懸命なんですけど、プロデューサーの方も専業ではない中ですごくいろんな時間を削ってやってくださっていたので、まあ、うまくいかないこととかが起こると、どうしてって思うのもまあ当然ですよね、普通に、っていうことがちょっとこう積み重なってきて、で、まあ、みんなが一生懸命ゆえにちょっとこう歯車が合わなくなってきちゃった時期があるんですよ。それが私の大学1年生の冬くらいなんですけど、弁護士の方とかが入ってくださって解決したことなので詳しくは言わないんですけど、でもその方が作ってくださった曲はその方のもちろん権利物なので、あのその方の作った曲が何曲か一気に歌えなくなってしまったりとか、うんうん、あの私も私でそのプロデューサーの方も頑張ってるの見てるし、相方もそのなんて言うんですか、自分のスケジュールをいろいろと譜面して、うん、工夫して活動しているのも分かるしっていうの、一番多分中間にいて全ての人たちの、うんうん、でいろんな人の気持ちが分かる状態で過ごしていたのが私にはちょっとプレッシャーだったのか、うん、ちょっと体の調子おかしいなみたいな、帯状疱疹バーってできたりとか、人来るかなとか売れるかなとかプレッシャーもあったんだと思うんですけど、ステージ出るまでにすごい痙攣止まらなくなっちゃったりとかっていうのがあって、でちょっとその体の調子そうやっておかしくなってるから、ちょっと病院に行った方がいいよって言われて、初めてその両親が予約してくれたんですけど、精神科に行くことになって、それでいろいろと聞いてもらって、私はだからその時あんまり自分で自覚なかったんですけど、その見ていろいろ聞いてもらった結果、これは PTSD だから、その環境から離れるのが一番いいと思うけど、あなたはどうしたいの、あなたのやっぱ気持ちを無視してその休んだりって選ばせた方が逆に傷がつくこともあるから、どうしたいのっていうふうに聞かれた時に、その曲がやっぱり歌えなくなったりとか、ファンの方たちも、あ、なんかちょっとおかしいなっていう風に思ってる方も増えてきてて、でインスタイベントすることによって増えてたお客さんがバッと引いてしまっていた時期だったんですよ。そこで考えた時に、自分たちはそのお客さんとかファンの方に胸を張れる活動をしていたと思っていて、ちょっと歯車は噛み合わなくなっちゃったけど、自分たちが何か悪いことをしたわけじゃなくて、ただちょっとそこがうまく噛み合わなかっただけだから、今ここで自分たちが辞めてしまったら、自分たちが悪い、何かやったんだっていうことの勘違いを生んでしまうんじゃないかっていうふうに私はその当時思って、でしんどいけどお客さんもガッといなくなっちゃって、続けることが自分たちが間違っていないんだっていうことの一番の証明になるんじゃないかなと思って、その時は続けるって決めましたね。しんどかったけど思い出したらしんどくなっちゃう。でも結構大変なんじゃないですか、その PTSD って診断されて続けるって。そうですね、だから本当にこれももうだから引退してから3年くらい経つので、まあ、今だから話せることではあるんですけど、やっぱ当時は本当しんどくて、でその活動自体もうやっぱやめといたらっていう風に相方からも言われたりとか気遣ってもらってしたんですけど、なんか私は本当に相方のことが好きで、自分たちのユニットのことも好きだったので、なんかその自分たちの好きなユニットのことと相方のことも守りたいっていう気持ちが一番強くって、なのでなんかそれが活動してるってことがなんか自分的には一番自分を救う動きだったので、それでも続けようって当時は思って、まあもう意地ですよね、半分続けましたね。続けようって決めたのが何歳ですか。もうだから大学1、2年、だから19、20歳くらいのぐらいってことですね。はい、時ですね。そっからじゃあ2、3年やるんですか、その時代で。そうなんですよ。で、ずっとそれでも頑張ろうって決めて、まあ、活動も自体も減っちゃったりとかしたんですけど、その続けていた結果、東京にあるディスクユニオン、もしあるディスクユニオンさんのアイドルレーベルに所属しないかっていうふうに声をかけていただいて、で、レーベルに所属することができたんですね。で、そこでその CD を作ったりとか、で、またリリースイベントができるようになったりとかっていう流れができて、で、すごく
活動自体が安定したんですよ、そのおかげで。レーベルに入ったことですね。はい。で、その一回離れてしまったファンの方たちも、大丈夫なんだな、チェリップっていうのをそこで多分感じてくださって、ちょっと一回行きにくくなっちゃったけど、行ってみようっていう方がすごく多くなってくださって、で、また戻ってきてくださったり、何も知らないけど、新しく好きになってくださった方ももちろんできましたし、っていうので、なんかすごく自分たちがやりたかった、その、私生活を、こう、無理に削ることはなく、でもしっかりとアイドル活動を両立していけるっていう環境が、バッと整って、で、それが多分、大学3年生とか2年生くらいだと思うんですけど、で、なので、まあ、せっかくだから、もう、できるところまでやってみようっていうことで、東京でワンマンライブを開いてみたりとか、っていう活動をすることができて、で、活動は安定したんですけど、まあ相方が25くらいが自分のリミットだと思うっていうことを、まあ打ち明けてくれて、で、なんかそれは、それこそ20歳でもリミットだと思うっていうのとかを延命していた状態だったので、なんか私的にはまあ来る時が来たんだなっていう認識だったんですけど、その25っていうのが、藤井さん自体は大学卒業するぐらいのタイミングなんですか？そうですね。大学卒業を本当するしないくらいの私は年齢だったんですけど、でも少なくとも就活の時期はもう逃していたので、私はだから当時はなるようになれと、アイドルはしっかりとそれだったらやりきって終わろうと思って、なので大学を卒業した後もちょっと活動が続いていたので、その期間は普通に週5で派遣フルタイムで出て、土日はそのイベント出てみたいなのを繰り返してましたね、半年くらい。鬼滅とリミットに解散したって感じですね。そうですね、もう本当にコロナが出てくる直前の夏で、だからみんなが声を出せて全国から気兼ねなく集まれてっていう一番いい時期にその引退をすることができたので、だからみんなからあの時でよかったね、寂しかったけどよかったよって言って言っていただけました。ちゃんといい終わり方ができたと。はい、やっぱりこの業界本当卒業公演とかもなく、突然アイドルさん飛びましたとか、もう解雇しましたっていうニュースが普通の業界なので、よくないですけどね、本当にちゃんと終えたってことだね。はい、なので本当にすごい広い会場でずっと私たちがやりたいって言ってた米子公会堂っていうヒゲダンがホールツアーにするような、地元では有名な会場でずっとやりたいって言ってたところでできて、まあ、もちろんキャパ的には大きすぎくらいなんですけど、その分見たい人は全員見に来れるっていうライブにできて、で1階席はもうパンパンに埋まりましたし、だから7年間の活動ではここまで全国で鳥取っていう田舎でやっているようなアイドルが最後こんなに全国から人を集めて、で全部自分たちがいただいた曲を歌えるようになったので、全部あ最終的には、はい、前のプロデューサーさんの曲もその全部の活動していた期間の曲は全部歌える状態で、最後アルバムもできて卒業公演で全曲歌って引退できたので、引退悲しいけどこのために活動を続けていたんだなっていう風に感じれた瞬間でもなのでありましたね。よかったです。最終的にはそういうその和解できたと、それも使っていいよって卒業公演の時に慣れたっていうことですよね。そうですね、活動の途中でもうそのそれこそ弁護士さんとか入ってくださって曲が歌えるようになってっていうのも、多分そのファンの方が戻ってくる後押しにもなったと思うんですけど、徐々にまた普通の状態に戻って、で最後はだから皆さんが応援してくださった状態で曲をアルバムにまとめた状態で引退できたので、本当に良かったなって続けて思いましたね。PTSD みたいなのはもう楽になったんですか？もう活動を続けて活動が安定するのと並行して気持ちはもう、あ、実際にね、はい、楽になってて、で活動すること自体が私にとっては多分お薬みたいなものだったと思うので、活動がある方がだから楽なんですよ。で活動が逆にない方が、あ、やっぱりいろいろあったから今土曜日なのにライブないのかなとか思っちゃうこともなくなったので、ね、本当に気持ちよく何もなく、うん、引退の頃には。なるほど、ね、そっからどうなってくるんですか？大学卒業した新卒の年ぐらいの、はい、そうです、夏に引退したんですけど、2人組でやってる時私ずっと
MC とかを担当していて、うん、まあ喋るの得意だよねっていう風に言っていただくことが多かったので、じゃあ喋りを仕事にしたいなと思いまして、でアナウンサーとかのお仕事って25歳くらいまではその卒業してからも受けれるんですよ、うん、新卒の枠で、うん、なので、あ、じゃあ自分これをやろうと思って、で皆さんに協力いただいてアナウンススクールに通ったりとかして、でその新卒の次の年ですねに地元のテレビ局のアナウンサー試験を受けたんですね。でやっぱりずっとお世話になっていたその歌のお姉さんをさせてもらっていた局に私はやっぱ勤めたいっていう気持ちがすごく大きかったので、ずっとお世話になってたので恩返しをしたいって気持ちもありましたし、育てていただいたっていうところがあるので、でもそこをしか受けないくらいの気持ちでその就活臨んだんですけど、で最終試験まで行ったんですね、ありがたいことに、うん、なんですけど、そこで私は就活に落ちてしまって、うん、で芸能のお仕事自体、まあ、これでやめようかなとかその時は、うんうんうん、思いましたし、そういう区切りが来たのかなみたいな、この就活落ちたってことによってなんかやれることってあるのかな自分にっていう考えになったんですよね、うんうんうん、アナウンス業はダメだったけど、ラジオとかで定時ニュースを読む時間があったりとか、あと知り合いのイベントの司会をさせていただいたりとか、あとテレビのお仕事が増えて、去年とかはレギュラーで毎週生放送の番組のメイン MC にも選んでいただいたりとかして、すごくガーッとまたタレントとしてのお仕事が去年広がった時期だったんですよ、落ちたのと同時に。やっぱ地方で芸能の活動をこうしていけるって人って本当少ないですし、やりたい人はいっぱいいるのに、でも自分はこうやってお仕事があって、お仕事を続けられるくらいの収入はいただけてるっていうのは、まあ恵まれてるし、ファンの方も多分私のファンの方だったら私に会えなくなるのが、見る機会がなくなるのが一番悲しいのかなと、細々とでも続けているのが一番ファンの方にも恩返しになるのかなと思って続けると決めましたね、お仕事。なるほどね。どうしていったらいいんですか、そのなんか。いや、そうですよね、結構聞かれるんですけど、今その山陰地方のタレントさんって結構私はあまり良くないなって思ってる風習として、この人はこの曲専属みたいな、実際そうじゃないのに結構そういうイメージが強いんですね、タレントさんの。だからこのタレントさんはこのフジテレビ系列の番組によく出る人っていうのが各局に結構いらっしゃって、そんな山陰の中で縛り合ってるのってあんまり良くなくて、山陰といえばこの人だよねみたいなタレントさんがもっといてもおかしくないと思うんですよ、私以外でも。タレントとしてこの人みたいな圧倒的な存在の方がいなくて、関西とか結構そういう方いらっしゃるじゃないですか、イメージ的に。けど山陰はいないので、なんかそういう存在になっていけたら、だからどの局に出てもまあ使いやすいし、まあ安心して仕事をこう任せられると思っていただけるような人になれたらいいなとは今思います。基本はだからずっとこの鳥取とか島根県とかで活動していきたいなっていう感じなんですか、やっぱ。やっぱりその私は地元にいて地元のことを知っていて、地元だから自分が使ってもらえてるっていうのも分かってはいるので、でもだからそこは自分の逆に強みだとも思っていて、地元のことが分かるから地元のことをその外部から来られる方よりかは分かって発信できるし、やっぱその地域柄、あの子ここ米子出身なんだよねっていうので応援しやすいっていうところも自分の強みだと思ってるので、なのでそこは地元を大切にしよう、で地元に育てていただこうっていうくらいの気持ちで今はやってます、ね。なるほどね。アイドルやってる時も鳥取にいながら基本やってるって感じですか。もうずっとそうです、基盤は鳥取で、鳥取のご当地アイドルのチェリップです、鳥取来てくださいっていうのでやっていったので。なるほどね。北海道もいるし、大阪、あの東京もいるし、みたいな、うん、もうただ本当に自分たちのことを知ってもらうっていうのと、鳥取県のこともそれで知ってもらって、でいつか鳥取に来てもらえたらっていうのが目標でしたし、なので最後引退ライブの時はもう北は北海道から
南は長崎くらいかな、うんうんうん、沖縄の人もいましたけどさすがに来れなかったんで、でも CD とかよく買ってくださっていて、方とかいらっしゃったりとか、一時なんかものすごい全国各地にあるなんかご当地アイドルブームみたいなのありました、ありました。鳥取は今もあるんですか、そういうまた、うん、もちろんもちろんご当地アイドルグループみたいな、はい、いますし、私はそういう子たちがもっとね私たちの活動していた範囲をコロナ禍だけど超えていけるっていう風に思うポテンシャルを持っている子がたくさんいるので、ぜひなんか活躍して、ね、私もそれこそ振り付けの仕事をねいただいたりとかもするので。そんなのもできるんですか。はい、あ、まあ、そうか、そうですね、振り付けをつけに行くんですね。お、はい、そうです、そうです。なるほど、ありがとうございました。できたら連絡しますんで。お願いします、はい、皆さんもたくさん見てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またはい、さよなら。さよなら。した